皆さんおはようございますということで、今日もね、続けて東海道新幹線殺傷事件ですね、やらせ事件、これをね、続けて見ていきたいと思いますけども、まあ今日はダラダラとね、いろんな動画が上がってますから、それを見ながらね、ダメ出ししていきたいと思いますね。皆さんね、騙そうと思ってね、たくさんたくさんニュースがね、フェイクニュースがね流れていますね。こんだけ見るとね、皆さん脳はね、だんだん洗脳されていきます。本当に、この事件はね、起こったんじゃないかというふうにね、もう疑いもなくなってきますね。そういうふうにね、メディアが洗脳してきます。ね、まあ、詳細を見ればね、ディテールですね。これを見るとね、この事件は嘘だったっていうのがね、よくわかります、ね、そういうのをちょっとダラダラ見ていきましょう。とりあえずまずこのね、何回も登場するクライシスアクターですね、名前は知りませんけどもね、一応乗客というふうになってますけどもね、この人の演技を見てみましょうかね。本当に人が雪崩のようにうわーって走って、何があったかわからないパニックの状態で、連結部分で人が詰まって、誰が刺されてもいつ、これね、一回編集カットが入ってますよね。もう一回途中でね、一回カットが入ってますんで見てみてください。キャーっていうすごい声が聞こえて、その後にも本当に人が雪崩のようにうわーって走ってきて、何があったか分からないようにうわーって走ってきて、何があったか分からないパニックって走ってきて、何があったか分からない。今の部分分かりましたかね。カットが入ってんですよね。来て、何があったか分からない。カットが入りましたね。来て、何があったか分からない。来て、何があったか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 分からない。来て、何があったか分からない。パニックの表ね、カットが入ってますね。これもね、いつ撮ったかっていうのはね、わかりませんよね。もし作ろうと思ったらね、こういうの、別の日にでも撮れるわけですね。誰もいない時にね、別の日にね、もう電車が、終電終わった後でも撮ろうと思ったら撮れます。それで、後で流そうということもできますね。うん。そして、この人の演技ですけども、キャーっていうすごい声が聞こえて、その後にも本当に人が雪崩のようにうわーって走ってきて、何があったかわからないパニックの状態で、連結部分で、これでこの手を見てみてください。手を、ね、手を見てください。手が止まってるんですよね。こう震えてる演技をしてるんですけどもね、手止まってるんですね。人が詰まって、誰が刺されてもいつ刺されてもおかしい。で、その後にも本当に人がキャーっていうすごい声が聞こえて、その後にも本当に人が雪崩のようにうわーって走ってきて、何があったかわからないパニックの状態で、連結部分で人が詰まって、誰が刺されてもいつ、何があったかわからないパニックの状態で、連結部分で人が詰まって、わざとらしいですよね、この手の震え方がね。それから何ですか、セリフがあるんですよね、こういうのはね。セリフがあるんでね、覚えなければいけませんね。しかしね、この人たちなかなか覚えれないんですよね。たまに忘れちゃったりするわけです、セリフをね。それで思い出しながら喋ってるっていうのが分かりますよね。で、人が詰まって、人が、で、人が詰まって、部分で、人が詰まって、誰が刺す部分で、人が
詰まって状態で連結えら震えてるんです、震えた感じするんですけど、急に止まっちゃうんですよね、手がね。そしてセリフを思い出してる時には手が止まってね、そういう感じですよ。で人が詰まって誰が刺されても、まあ、少し震えてるかな、連結部分で少し震えてるかな、手が今止まってます。人が詰まって誰が刺されてもいつ刺されてもおかしい、止まるもんないですね、ずっと振人が詰まって誰が来て何があったかわからないパニックの状態で連結部分で手が震えてるんですけど声は震えてないですよね、なんかね、ね、手は震えてるような演技してますけど声が全然震えてないですよね。おまけにセリフをね、思い出すような感じの仕草が見て取れますね。人が詰まって誰が刺されても、まあね、ほとんど8割9割もしかしたら10割ね、役者かもしれませんね。私は99% は役者じゃないかなと思ってますけどね。続けて見ていきましょう。殺害された兵庫県尼崎市の会社員梅田幸太郎さん、東京港区に本社のある外資系の大手化学メーカー BASF ジャパンに勤務していました。会社によりますと梅田さんは去年4月に入社し、大阪オフィスで樹脂事業の営業マネージャーなどを担当していたということです。まあ、会社がねこんな大きいところだったらね、大手だったらね皆さんね簡単に信じちゃいますよね。こういう大手がねまさか嘘をつくはずがないというふうにね思うんですけどね、そういうところ落とし穴がありますね。この人梅田幸太郎ってね、最近その入社したらしいんですけどもね、それまでの経歴っていうのがね全く公開されませんよね。それまでね38歳ですから何してたんだってね、ググってもねいいと思うんですけども、写真が1枚しか出てきませんね、この人の写真っていう顔写真ね、それからまあたくさんの友達がいていいはずなんですけどもね、そういう人の、一緒の写真とかそういうのも出てませんしね、何なんでしょうと思いますよね。1枚だけしか写真が存在しないというね、東京大学大学院ですから、たくさんねやっぱりサークルとか、その仕事関係でも、大学の、ね、仲間同士の写真とかね上がってても良さそうなもんですけどねありません。それからね学術的な論文とかねそういうのもね、たった一つか二つぐらいで、全然、なんかね研究してたっていうふうな、これが東大か大学院かっていうぐらいね、少しも名前も、論文も見当たりませんね。別の人たちと比べればねかなり少ないですよね、研究論文ですね。それからそうですね、もう周りの人たちは、こういう会社の人たちはこういうことを言うんですけどもね、それ以外の人たちが、そういう声が全然聞こえてきませんね。実物の人間がこうやってね営業部長とかね社長とかがコメントするんですけども、他の人たちはね、部外者の人たちは全然コメントしてませんね。そういうところが怪しいと思いますね。明るく温厚な人柄で同僚からも慕われていたということです。警察の調べで梅田さんは近くにいた女性2人が襲われるのを制止しようとして小島容疑者ともみ合いになり、その後馬乗りになられて何度も切りつけられたということです。また容疑者の隣に座っていて最初に襲われた27歳の女性は、事件の直前まで特に不審な動きはなく、小島容疑者が立ち上がったと思ったら急に切りつけられたと説明していることが
警察への取材で分かりました。警察は当時の状況をさらに調べています。今回の事件を受けて JR 各社は新幹線の警備の強化を行っています。 JR 東日本は事件を受けて警備員の人数を増やしました。東京駅を出発する新幹線では全ての客が乗車した後、警備員が車内に乗り込み見回りをしていました。また警備員が車内に乗り込み見回りをし東京駅をね、スポンサーですよこの事件のね、警備会社ね、こういうとこがスポンサーでやってます。全ての捏造事件はね、警備会社がね、裏にいますね。出発する新幹線では全ての客が乗車した後、警備員が車内に乗り込み見回りをしていました。また新幹線のホームでは JR の社員がゴミ箱に不審なものがないかなど見回りを強化していました。見てください今の、何ですかこれ。JR の社員がゴミ箱に不審これ見てください、この演技。ゴミ箱にらめっこしてますよ。不審なものがないかなど見回りを強化していました。いざ私らがああいう事件に遭遇した場合ね、まあ、どうするのかなって感じでね、車両ごとにの警察官の方を例えば、ね、乗せていただくとか、そういうことしかないんじゃないかと思うんだよね。今回の事件が起きた東海道新幹線を運行している JR 東海では、警備員は乗車していませんが、車掌と車内販売などを担当するパーサーと呼ばれる乗務員が見回りを担当していて、警戒を強化しているということです。新幹線内での事件を防ぐため、空港のような手荷物検査を導入することはできないのでしょうか。東海道新幹線では3年前にも男がガソリンをかぶって火をつけ、この男と乗客が死亡する事件が起きています。鉄道関係者によりますと、空港と同じような検査を実施すれば、この男と乗客、新幹線では3年前にも男がガソリンをかぶって火をつけ、この男とこれも平成27年のこれもね、やらせ事件ですから、乗客が死亡する事件が起きています。これを契機にして防犯カメラが増えたわけですからね、車内のね。鉄道関係者によりますと、空港と同じような検査を実施すれば、今のような短い間隔で定時運行を維持するのが難しくなるということです。利用者からは、ある程度絞ってね、徐々にねっていうのはできるかもしれないですけどもね、やっぱりチェック体制というのは大事なのかなとかっていうのは、安心して乗りたい。空港の検査会社の担当者は、爆発物も含めた同じ水準の検査は無理だが、例えば対象を刃物に絞って改札に金属探知機を設置したり、警備員をね、こういうのも業者が入ってるわけですよ、スポンサーですよ。金属探知機をね、設置するね、そういう会社ね、あと警備員ね、これまあ警備員さん今暇にしてるんですかね、それだけね。まあそういうのもあるんですけども、を増やすだけでも抑止効果は期待できるとして、安全対策について具体的な議論が必要だと指摘しています。まあしかしね、こういう嘘はダメですよね。嘘で仕事を増やしたりとか、嘘でトラウマをね、人々の心に植え付けたりとか、そういうことはいけないと思いますね。あと防犯カメラってね、プライバシーの侵害じゃないですけど、いろんなことに利用されているわけですね。防犯カメラ映像っていうのはね、マーケティングなんかにもね、使われてるんじゃないでしょうかね。ということでね、今日はだらだらと今、映像を見ましたが、これ NHK ですね。考えてみたらね、 NHK なんでね、多分著作権でね、引っかかるかもしれませんね。後で削除されるかもしれませんけども、また別の動画をね、似
みたいなのを作りましょう。ということで、だらだらね、やりました。